肩の力を抜け、緊張してもいい結果は生まれない。やはり苦手を克服するためには鍛錬しかない。一緒に勉強したいのか？勤勉だな。力だけでは大切な人を守ることはできない。知識や機転が必要になる場面も必ず来る。温室に行ったことはあるか？あの場所には注意しろ。暖かくて油断すると眠ってしまう。実験のコツ？教科書に書かれていることを守る。以上だ。予習復習も日課の一つにしているが、夕べは寝てしまった。今からやる。魔法も勉学も努力が必要なのは変わらない。同じクラスのカリムはよく実験に失敗するが、くじけない。大切なことだ。お前はセベクと同学年だったか？どうだ、あいつの声はうるさくないか？親父、リリア先輩の料理は独創的だ。まずレシピを用意し、レシピを見ずに作る。必要な睡眠時間は人それぞれというが、俺にはあと何時間足りないのだろう。そう焦っても勉学を一日で大成することはできない。料理ならする。得意ではないが、自分で作れば少なくとも味の想像はつくからな。